ブルメール18日のクーデターは、1799年11月9日18日、ナポレオン・ボナパルトラが、総裁政府を打倒した軍事クーデターのこと。総裁政府を打倒したクーデター派は、統領政府を樹立、ナポレオンが第一コンするとなった。プレディアール30日のクーデターによって、総裁政府の実権を握ったエマニュエル・ジョゼフ・ CAS は、政局を安定させるべく、 強力な政府を求め憲法の改正を考えていた。憲法改正を支持する元老会を通過させることはできても、憲法擁護派の多い500人会を説得するのは無理と思い、エジプト遠征から帰還したばかりのナポレオンを利用した軍事クーデターを画策した。このことからわかるように、そもそもナポレオンはクーデターを成功させる件の役割でしかなかった。 ナポレオン自身も、シェイスラが死亡しただけで、私は手先に過ぎず、主役ではなかった。ただ果実だけはいただいたと実会している。ナポレオンの役割は当初は受け身であって、死亡者ではなかった。それでも、ナポレオン自身には、エジプト遠征での敵前逃亡罪の権威が、かかっており、クーデターを起こすことは、自命の利であった。シェイスラが統領として職務に入るとき、 議長を誰とするか図った折に民衆の人気と武力を背景に持つナポレオンがいち早く買って出たのである。こうして第一コンスルとなってシェイスラを抑えたナポレオンは5年後の1804年に帝政をしきナポレオン一世として皇帝に即位した。ありがとうございます。